2024年5月、東スポで以下の記事が配信されました。出川が走ると大渋滞発生、テレ東、充電させてもらえませんか？は以前から問題視されていた、以下は記事の一部引用です。タレントの出川哲朗、60、が出演するテレビ東京系、出川哲朗の充電させてもらえませんか？の地方ロケでトラブルが起き、物議を醸した。出川ご一行が電動バイクで1車線を走って渋滞ができたり、渋滞ができやすいゴールデンウィークにロケしたことがあったりするためだ。X、旧 Twitter では、同番組の地方ロケで近隣住民が、子供たちもいるから早く帰りなさいよ、と怒鳴り、出川が、すみませんと謝罪する動画が拡散。中国地方の飲食店の敷地内で出川が子供たちとの記念撮影に応じた際に近隣住民から注意された。この騒動の詳細は概要欄のリンク先をご覧ください。この動画ではスレミンの様々な反応をお届けします。渋滞させてもらえませんか？この番組は最近批判ばかりされているね。撮影車だのスタッフ乗せた車両も30キロで移動するからな。ロケ番組なんてそこの宣伝にならない人にとっては全ていい迷惑だろ。原付にしとれ。公道使う駅伝がなくなるのと同じやね。スーパーカブで走れよ。いや原付で30キロ減収は正しいだろ。それに対して文句言うのはお門違い。ただ充電切れそうでノロノロになってるのに車道走り続けるのはいかんわな。人気番組だから潰しに来てるな。原付30キロ規制なんてものをさっさと撤廃するべき。出川を先頭に大名行列みたいなもんだな。撮影スタッフ多すぎるんだろ。30キロが問題あるというなら古臭い法律が問題なんだろ。嘘松。いつ見てもガラガラだ渋滞なんてできようのないど田舎ばかり。渋滞はやめてほしいな。何十人も引き連れるのもやめてほしい。誰も来ませんでしたじゃ惨めだからカルトで動員してそうだね。それ文句言われたらゲンチャリは道路走れねえだろ。土日に観光地巡ってて帰宅ラッシュの時間は避けてますわ気弁でしかないわ。渋滞の心配のない僻地を巡れよ。いやいやいや法定速度を原始したのを問題にすることの方がどうかしてる。さすがに騒いでる連中の様式を疑うわ。素泊まり5000円は安くないだろ。法律が悪いよ。急な便利に襲われた時にこんな渋滞に巻き込まれたら殺意湧きそう。スタッフの自動車もついてってるからね。ちゃんと2段階右折してんのかな。田舎の老人たちが自分たちが旅行できなくなった分疑似旅行としてこの番組楽しみにしてる。このババアのせいで番組内容に変更あったら相当恨まれるぞ。原付の問題じゃなくて原付の速度に合わせて後ろにくっつくロケバンが追い越しをさせないから渋滞になるんだよ。テレビ見てみ、出川の原付追い越してる車いないだろ。高速道路みたいに最低速度制限もないし自動車が30キロで走っても問題ないわけだが。いやその速度超えたら交通違反やん。違反してる奴は知らないの？テレ東は一般人の家に行ったりする番組ばかりやめろよ迷惑すぎるわ。土日にやるのも迷惑だわな。じゃあ原付バイクなんか売るなよって話だな。急いでて渋滞に巻き込まれた人は腹立つだろうな。ムカついてる人もいれば喜んでる人もいるし複雑だな。なんでタダで充電させてやらなきゃならないんだよ。遅すぎだろうが法律守ってるんだから仕方ないんじゃないの。叩くなら制限速度の方じゃないか。これほんと迷惑だよ。飲食店から出てきた時、ロケ見たことあるけど、通行人いたがほぼシカトされてた。スタッフたちが周りの人たちに声かけて集めて、少し人が集まったらカメラ回してたよ。その間、勝手に歩道規制までされた。そろそろいい加減にしてくれませんか？後ろにスタッフの車両が30キロで車線塞いでるの考えてみろよ誰だってイラつくわ。もともとが道路なんてものはある程度のオーバールールによってスムースに流れてるもんだったのにな。この国はタレント様のもの。世の少年の正規はジャニー様のもの。世の女は松本様のもの。世の行動は出川様のもの。だぞ。テレビの映像を見る感じ、反対車線も大きくスピード落とすから渋滞してるよな。近くに来たことあるが、わざと裏道を走ってたよ。幹線道路しかないところは幹線道路を走ってた。言うほど渋滞はしてない気がするな。ロケ班で混まないルートを決めてると思う。並走のロケ車が渋滞の原因って解説つけても記事としてインパクトがないと判断したんだろ東スポ。スタッフもバイクにすれば抜いてもらえるだろ。まあ、事故って素人かゲストが死なない限りは続けるんでしょ。原付の法定速度に文句言ってる奴がいるけどカメラ車が邪魔なんでしょ。原付は自転車よりは速いし追い抜けるよ。水曜どうでしょうも人気出てからこの問題で株の企画難しくなったんだよね。今後は走ってる時の撮影はバイクカメラのみにするべきだな。箱根駅伝でも重そうなカメラ抱えてるバイクが縦横無尽に走ってるんだから問題ないだろ。ソースや橋を走ってれば後ろの車の邪魔にもならない。
法律守って叩かれる理由がおかしい。渋滞が発生したからなんなんだよ。毎日撮影してるわけでもなし、たまにこういうことがあるくらい許せよな。スーパーカブみたいに荷台にたくさん詰めるとかならともかく普通の原付って何に使うんだろ。特に店が遠い田舎じゃ買い出しも大変そう。自転車が車道厳守になってからも渋滞は増えてると思うが。出川ってわかったら応援のクラクション鳴らしまくってやるのに。言うても同じところでずっと渋滞してるわけでもないからどうなんだ。迷惑系テレビーバー？そりゃそうなるよな。千鳥のロケに遭遇したことあるけどすごい大名行列だったな。あんなにスタッフいるのかね。それも調べたら深夜番組だったぽい。金あるな。渋滞があってこれはおかしいだろ。原付が数台走ってるだけで文句言ってたら運転できない。30キロで走る出川を守るがごとくスタッフの車が後ろを同じ速度で延々と走る。そりゃ渋滞するわ。渋滞迷惑。時間もガソリン代も。迷惑かけないよう流れを優先してスピードオーバーしたら取り締まりが待ち受けているもんな。俳優とかスポーツ選手ならともかくこんな番組のロケ見たいとも思わんが。出川哲朗の廃屋墓地になりますでいいよ。ロケバスはある程度先回りさせて、演者に同行するスタッフもバイク移動させとくべき。追いつかれた車両の義務。そや原付とロケ車が連なって30キロで長々と走られたら抜けないし渋滞するわな。迷惑でしかないわ。数少ない低予算あたり番組だからスタッフは何でもやるだろうよ。観光地を土日に30キロで走っていたらそや渋滞するよね。なんとか改善してほしいものですな。これはフジテレビの罠。バイクにひっついてる撮影車が渋滞させるんだろ。よくこんな番組続けられるな。神経疑うわ。法改正のきっかけになればいいんじゃない。バイクの前後にロケ車がいるらしいな。それがバイクに合わせて30キロで走ってたらそや抜きづらくて渋滞するだろうな。出川バイクとロケ車で2台分追い越さなきゃならん。後続車が渋滞してるのに蛇行運転でノロノロ走ってる暴走族とやってることは同じ。バイクについてるロケ車は邪魔なんだろうなというのは見てて思った。道路交通法第27条第1項、他の車両に追いつかれた車両の義務違反。一般道では最低速度義務違反はないけども、撮影のためにどかなかったら道交法違反だな。スタッフ車両は前のバイク2台を追い越させないための配置。大事なロケ中に事故なんてもってのほか。田舎に行くと、軽トラのじいさんが時速30キロ走行で大名行列。テレ東のこういう旅バラエティ飽きた。出川の番組での渋滞なんか大した影響ないわ。それよりも高齢者シール貼ったノロノロ運転の方をどうにかしてくれ。それこそ長蛇の列だ。それに比べたら手川のなんて一時的なもんだろ。バス旅とかも長距離歩きするときに演者以外のスタッフ10人くらいゾロゾロ歩いてるよな。しかも山道のトンネルで歩道が合ってないようなところとか。譲る譲らない論になると追い越し方の技能問題が発生するから。クレームを言う多くの人がフロアまで踏んで加速したことないんでしょ。ちんたらしか抜けないから迷惑になる。この番組も手川の好感度もメッキが剥がれてきてるね。もう潮時だよ。30キロは遅すぎる。40キロに帰ろや。これはさすがに無理なクレームだろ。撮影者が30キロで走ってて邪魔だって話ならわかるが。黄色センターラインで30キロで走る原付き。後ろに車がいるのにそのまま走るのは追いつかれた車両の義務違反で立派な道交法違反。テレ東はネット民に持ち上げられがちだけど、少しモラルに欠けているところがある曲なんじゃないかと思う。日本人って世界一のイライラ民族だからな。妙にスピード出している自転車の方が危ないだろ。3車線くらいあるとこ限定でロケすべきだよな。バイクだけなら追い越せばいいけれど撮影のためにハイエースが後ろについて走ってるから抜けないらしいな。田舎道なんて片側1車線が当たり前だからそりゃやばい。渋滞させてもらえませんかにタイトル変えれば大丈夫。制限速度守って渋滞起きるなら警察が悪いな。ウィリーして笑わせろよ。腹付きの速度制限30キロってのがおかしいんだろ。水曜どうでしょうでは後続に譲るためにちょくちょく停車してたようだがこの番組はやってないのか。都会は避けてる印象あるよね。人が集まりすぎるからか車が追いかけるからか知らないけど。BS の日野翔平の番組はスタッフもチャリじゃなかったっけ。踏切とか坂とかスピード出てしまうところで警察の取り締まりが待ち受けているからな。前は警察、後ろは自動車にせかされる。追走の撮影はマラソンとかでやってるカメラバイクのみにして、機材や他スタッフは車で先回り、でいいかな。途中での寄り道やハプニングがあった場合でも手川バイクに GPS つけておけばすぐ迎える。そもそも事故が起こったらどうするか。放送した映像に交通違反があったらどうするか。ちょっとリスキーではあるかもね番組自体が。原付でも10キロで走らないのは迷惑だが叩くのは正義がないが。
後続の撮影車まで30キロで走ってたらそらクラクション鳴らすわな。追い越しがてら運転してる出川たちに話しかけられたらロケの邪魔だろ。だから追い越しをされないように完全に塞いでるんだよ。迷惑系 YouTuber、せや。ほんと迷惑な話だな。ジジババのメーター読み制限速度どころの迷惑度ではないわな。列なってるから抜くのも大変だろうし。30キロより速いと沿道の皆さんとの触れ合いがなくなっちゃう。ゆっくり走るから手を振ったり声かけたりできる。真後ろにロケ車が常にくっついてくるならとっくに問題になってそうだし、ロケバスはいないか常に先回りしてんだろ。原付が30キロで走るのは法定速度やからええ。後ろのスタッフ車両が車線を塞ぐのがあかん。原付が左端を走って一般車が追い越せるようにしないとダメだよ。そらそうだよな。帯同車も同じ速度で走ってるから抜くこともできないしな。芸能人もマスコミも偉そうに公共の場を使って一般人を規制するな。ロケやめろ。いつまでもいつまでも俺たち業界人をまら一般人の思い上がりをいい加減にやめろ。こういうことが裏にあるから手川は番組内でファンサスボイしてたのかなって思っちゃう。手川たちだけならまだマシかも。田村淳が出る回は毎回のように好き勝手やって一般人に迷惑かけるから死ぬほど嫌いや。警官に怒鳴り散らしてた頃から成長してない。でもこの番組なくなっちゃうと、田舎の高齢者はもうほとんどテレビで視聴するもんがなくなっちゃうんだよな。特番レベルの頻度だったらここまで問題になってないんだろうな。制限速度があるんだからしゃあないだろ。遅い車って迷惑以外の何物でもないからな。いや制限速度で走ってるなら問題ないだろ。田舎の空いた道路を30キロの原付がずっと道塞いでたらそりゃ邪魔だろう。はみ出し禁止区間ばかりだから追い越しもできない。バイク1台なら、まあ追い越せるけど、撮影車両とか並走してたら追い越ししづらいだろうな。どんな風に撮影してるか知らないけど、他の番組撮影の現場を偶然目撃したことは多々あるけど、どれも大人数のスタッフがついてきてた。情報番組の取材ぐらいなら3、4人ぐらいの少数随員だけど、あの手の有名人いる撮影は、どうしても大名行列。まあこの番組 CM でしか見たことないけど CM は渋滞してない田舎道を優雅に走ってるとこしか映さないからな。首都高速道路も制限速度は時速60キロだけど実際に時速60キロで走ってる車なんかないし、芸能人がパパラッチを振り切るときはあえて60キロで走って尾行する車を先に行かせるくらいで。記事だと出川側に落ち度はないように読める。撮影者が30キロ走行するとか、同行の原付が並走して道を塞ぐとか、明らかに違法な行為がないのを記事にするのがおかしい。こいつら一般人はおとなしく黙ってろって思ってるからな。30キロの出川を取ってる車が邪魔なんでしょ？田舎道だと追い越し禁止も多いからな。イエローラインのとこでやられたら腹立つわな。現茶をロケ車が追走してるから渋滞します。ならともかく制限速度守った現茶がいるから渋滞するは警察に喧嘩売ってるのかな。原付とチャリは車道から追い出せよ。危険極まりない。テレビのロケって基本的にすごい人数多いし大変だよね。ただ歩いてついていってるだけの人も含めて数十人が連なってるし。徒歩でいいやん。撮影者も腹に掛け犬にすればいいのではないか？前二輪の屋根付きなら機材も濡れずに済む。別に車は一般道なら制限速度以下なら何キロで走ってもいいから、この批判記事はお門違い。もうそろそろ潮時やね。所詮はテレトーク降りて。追い越せばいいのに撮影してるから気使ってんのか。もしくは芸能人をストーカーしてくる田舎者のミーハーか。本当に30キロで走られると邪魔なんだよな。なんとかならんのかねえ。なんでトラブルになったか全然書いてねえじゃん。砂利は車道から追い出すどころか数年後車道を走らないといけない法律になるぞ。今まで歩道を走ってたままチャリが退去して車道を走るわけや、運転時のストレスが激増すること間違いない。邪魔なのは後ろついてるロケ車だろ。あんなもん同じバイクで走ればいいだろうに。もう全部 YouTube でやればいい。あそこは面白ければ迷惑行為も違法行為も大歓迎だろう。帯同する撮影隊が邪魔なんだろうな。フジテレビさん怒りのネガキャン間もなく公開。黄色センターラインの原付30キロでイライラマックス。原付いなくなると飛ばすから危ない。撮影車が邪魔するってことだろが。速度守れてて偉い。基本的に原付とそれ以外が連なって走ること自体が迷惑なのよな。テレビ東京に追い抜かれたお台場のネガティブキャンペーンの一環だったら笑う。違法な中華電動自転車が50キロで街中を爆走してるご時世で、法定巡視してるなら問題ないと思うが、時々撮影を止めて、後続車を先に行かせる配慮は欲しいな。腹つきだけなら多少の邪魔程度だけど後ろにスタッフの車が30キロで走ってると抜けなくて邪魔だわな。うちのローカルでも同じような企画やってるけど、
すごい田舎を走ってるか、走ってるシーンを一瞬しか放送してない。フルで20キロしか走れない航続距離ではもっといいのが出てるだろ今。後ろについて、撮るスタッフ車もバイクならいいかもね。現車だけで30キロで走ってたら抜けばいいだけやけど、そこにスタッフの車がついてるから抜けもしないのが問題ということなんやろ。撮影車がゆっくり走るのが邪魔なんだろうけど、一般道の低速走行は違反ではないからなんともしようがない。撮影車が後ろにいるもんな。しんすけに女献上してたんだっけ？スタッフも全員電動バイクにすればいいよ。一列になって左側を走ればいい。まあ俺も免許取り立ての頃は親の車で安全運転心がけてたから、後ろの車から煽られた。出川らご一行が30キロで走るのは当然。田舎なんだから対向車も少ないだろうし、片側1車線の道ならさっさと追い越せばいいだけだろ。NHK でやれば問題ない。国民から金を受け取っている NHK には国民を撮影する権利があるからな。NHK でやれ。原付だけなら30キロで走っても渋滞は起きねえよ。前後に撮影クルー用のワゴン車がくっついてきてるんじゃねえの。芸能村を職場にしてるだけの一般人が偉そうにしちゃいかんわな。出川はそうでもなさそうだけど、意味不明な先民思想を持ってるやつ多すぎ。マジでマリエの件以来見なくなったわ。北海道の原野と違って日本の多くの地域は見通しのいい長い直線道路は少ないので、車列を安全に制限速度の範囲内で追い抜くのは至難。ロケ車が低速で伴走してるのがまずいんじゃないの？原付の30キロ減収は何の問題もない。撮影者もバイクにすればいいのに。何が問題？スタッフが邪魔とかならわかるが。それよりイヤホンつけて運転してるのが心配になる。イヤホンって禁止じゃないの？やっぱツールみたく撮影はカメラ元でやるべきだな。原付は最高速度50キロにすればいいのに。信号で止まってると原付が車の前に来るから歩道との隙間を空けない。出川、犬の CM は滑ってるし、飯の CM は無理して食ってるように見えるから食欲なくなるんだけど。法律を守ってるから大名行列をやめればいいだけなんだけどな。演者の原付バイクだけならそこまで問題じゃなく、スタッフの車も走ってるのが問題なわけだし。単発の頃はよく見てたけど、レギュラーになってから見なくなったわ。やってることが毎週同じ、大したハプニングもなし。ゲストも手川のお仲間の三流芸能人がほとんど。なんでこんな番組が続くのかわからん。撮影者は抜く義務ないし、譲る義務もない。法定速度は後続車と変わらないし。スタッフの車が一番邪魔では。原付なら追い越せばいい、普段からやっていることだよ。免許取って腹見に帰ろ。後ろにハイエースが走ってるだろうから。まあそうなるだろうし。それまで許されてきたんちゃうんかいと。当然タレントだけでバイク走らせるのは危ないので、後ろをロケ車でガードしてますよ。追い抜きできない片側1車線道路はだいたい40キロ制限だろ。30キロも結構ある。渋滞はバイクじゃなくて後ろからついていくロケバス、ハイエースのせいだろが。走行シーンはスタジオで撮ればよくね。我々は一般人と違うんですよ。確かに原付だけなら走行が法律で許可されてる以上しょうがないけど、その後ろを普通車で塞がれたらたまらんわな。そこのけ、そこのけ、テレビ様のお通りだ。充電と渋滞させてもらえませんか？2回目すればいいだけじゃん。まあそろそろ事故が起きる前に止めるっていうのもありかもしれんけどな。田舎者の気が立ってるし。今の原付って速度リミッターあるからな、もっと出せは無理。制限速度守ってるのに文句言うなよ、なんくせじゃねえか。これは番組見ていても思った。出川たちのバイクの後ろにスタッフの車もいるから抜かすのも難しいし、後ろで車がかなり並んでいるのもよく見たしな。もちろん、番組側も車が少ない裏道みたいなところを選んでいるのもわかるけど、地方だと裏道みたいな場所は結構飛ばすので30キロで走られたら困るだろうなと思うわ。テレ東は草刈り機で似たようなことしてたからな。根本的なことを変えよう。出川は大型バイクに乗って今晩止めさせてくださいにすればよし。利権のために悪法を変えない警察が悪い。もともとやっちゃいけない番組だったんだよ。こんなんじゃ富士に抜き返されるのも時間の問題だね。テレビで見てる分にはどうでもいいけど、いざ目の前で渋滞生み出してるとこに直面したら鬱陶しいだろうな。バイクの後ろに車つけなければいい。カメラはバイクだけでいい。コードを使って撮影してる以上、こういうトラブルは発生するわな。手側の好感度で押し切ろうはなかなか難しい。いかにも業界人みたいな物言いする下っ端がきちんとできたらだいぶ印象も違うだろうけどね。なんだろうね、あれ。守れば迷惑になるような道路交通法に問題があるのでは？ゲストは車の中から応援しろ。法律に違反しなければ何をやってもいいということにはならない。番組は手側に小型二輪の免許取らせるべきやな。原付2種ならスピード上げられる。
芸能人はファン以外にとって迷惑な存在でしかない。いざこざのリアルガチな部分はカット。水曜どうでしょうの下部縦断だってそうだったのに、こんなの企画練ってる時に分かってたことだろ。番組のために周りのことなんか気にするわけないわ。ルール守ってるのになんで問題視すんだよ。そもそもこの番組原付で走ってる場面はほとんど放送しない。挿入用の引きの映像を単発で撮るくらいだろ。メインはスタッフが呼び集めた大量の近隣住民と絡む駐車中のシーンになる。だから映像的にもつまらんし、こないだの深夜の近所迷惑にもつながるんだけど、結局こういう大御所タレントを使った水曜どうでしょうや元ブログの真似事は難しい。観光地で一般人に迷惑かけなきゃいいよ。制限速度守って走っている車やバイクを煽るやつと同じ論理だな。出川が正しいんだよ。法治国家では法の遵守が絶対なんだよ。で、いつどこを走るかも自由。法定速度法。通勤、帰宅時間帯に走らないなら協力してもいいと思うけど、番組見てると普通に通勤、帰宅時間帯にも走っているし、そら迷惑よね。125cc にしろ。なんかこの番組他にも問題起こしてたよ。住民に怒られてるの見たぞ。行く先々で子供たちに囲まれて大人気みたいなあれやら演出じゃないかと思う。ヒカキンならともかく、出川、60歳はちょっと無理あるよ。終わり。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価もお願いします。